地ズシューダ・ウニベルシタリアは、メキシコシティ南部のコヨアカン地区にある、メキシコ国立自治大学のメインキャンパスである。建築家マリオ・パニとエンリケ・デル・モラルによって、設計された。オリンピックスタジアムを含み、計4 0の学部、研究所、文化センター、生態系の保全区域、中央図書館、博物館などが設置されている。この大学都市は、当時メキシコシティに点在していた。 建築物群をまとめて移転するために、かつての固まった溶岩層の上に建造された。工事は1950年代に始まり、1954年に完成した。アナムはメキシコシティの他の地区や他の州にも建物を持っているが、単に CU として知られる。この大学都市が大学の一番のシンボルになっている。 シウダウニベルシタリアは開かれた場所であることが既存されている。かつては火山岩盤あり、うっそうと茂った、植生ありといった状況だったので、まっすぐ伸びた道などはほとんどない。道路は同心円状に巡らされ、そこに各建物が配置されている。建物には徒歩後から10分程度の間隔で配置されているものもある。かつて転がっていた。 火山岩は土かされ、建物の部屋、小道、壁面などの建材に転用された。建物それ自体は、コンクリートとレンガを主体とする共通の建材が用いられている。建物の多くは数階建てで窓が大きく取られ、内外に庭園が配置されている。学長と建築様式は異なっていても、庭園の存在と火山岩の使用はほぼすべての建物に共通であるが、 注目すべき例外がある。それは、学長党と中央図書館である。これらの長身で四角い建物は、他に比べて、いささか孤立しており、壁画で飾られているという特色がある。手がけたのは共に、メキシコの著名な壁画家で、学長党の方は、ダビド・アルファロシケーロスが、中央図書館の方は、フアン・オゴルマンが、それぞれ担当した。中央図書館の方は、 壁画としては世界最大で全面にアステカ人とスペイン人をモチーフにしたエアナムの学章などが描かれている。このことが中央図書館を大学都市内で最も図像的な建築物にしている。オリンピックスタジアムエスタディオオリンピコウニベルスタリオは1952年に建設されたもので1968年のメキシコオリンピックではメイン会場として使われた。 また、1986年にメキシコで開催された第13回サッカーワールドカップでも使用された。現在はメキシコの都市大学サッカーリーグの試合に使われており、アナムのクラブ、プーマのホームグラウンドにもなっている。競技場には学生や少年サッカーの練習場もあり、スタジアムの近くには主に学生向けのマーシャルアーツやボクシングなどの練習ジムも設置されている。 生態系の保全区域内に彫刻の空間と呼ばれる場所がある。大きな丸い火山岩盤を取り囲むように白い山、角柱が並び、さながらひまわりのように中心から放射状に伸びている。そこには、現代美術家たちによって彫られた、巨大で色とりどりの多くの金属製の彫刻がある。ことから、彫刻の空間の名がある。大学都市内には、 大学自身によって運営されている5つの主要バス路線がある。その拠点となっているのがメキシコシティ地下鉄の終点の一つである大学前駅である。それらは無料で月曜日から金曜日の午前6時20分から午後10時30分まで運行している。自動車もキャンパス内を走行することが許されているのでバスの路線をタクシーが走り、 複数人で乗る客を拾うこともある。バス路線は長い路線もあれば短い路線もあり、短い路線は始点と終点が同じものもある。入学の時期には新入生向けの登録センター行きの臨時路線も運行される。また、オリンピックスタジアムを拠点とする新ルートもある。大学都市への主要な入り口は3つある。地下鉄の大学前駅、 およびコピルコ駅からの入り口とロスインするヘンテス大通りからのものである。この大通りは大学都市を2分するものでオリンピックスタジアムや文化ゾーン近くにある。他に主要な学部へのサイクリングコースも整備されている。キャンパスには大学が所有するカフェテリアがいくつもあるが、それらは生活共同組合によってフランチャイズされている。ただし、理学部にある カフェ支援しやすのみは例外で学生たちによって運営されている。カフェテリアはどれも似通った作りの1階建ての建物である。大学の建物以外の区画には他の店舗もあり、コピーサービスや文房具の販売を行っているところもある。以上は常設店舗だがキャンパス周辺には菓子、食品類を扱う半常設店舗もある。 それらの店舗は毎日組み立てと解体が行われるが、場所は固定しており、何年も同じ場所にある。大学グッズを扱う店もあるが、それは主にサッカークラブ関連品である。主に中央図書館と文学部の間には、音楽、映画、書籍などを扱う店も出る。それらは新品も中古もあるが、多くは海賊版などの非正規品である。 大学近くの地下鉄駅周辺には多くの食料品店、書店、コピー屋などがある。大学を出てすぐ北側にあたるコッピル湖駅近くには製本屋があり、学生たちは論文の製本に利用している。大学前駅にはティエンダウナムという大型スーパーマーケットがあり、家具、衣類、飲食物、家電製品、玩具等が他に負けないような低価格で販売されている。 この経営は大学自身が行っており、大学の非雇用者とその家族を対象とするものではあるが一般客の利用も可能である。入り口でのチェックを行っていない上に規模も大きいにもかかわらず、大学都市はメキシコシティの他の地区よりも安全である。大学都市内にはウシリオアナムという監視グループが存在しており、毎日キャンパスをパトロールしている。 特に長期休暇中や週末に目を光らせているが、下記類は傾向していない。大学の自治のためという歴史的、法的理由のために、警察官は大学当局の要請なしに、大学と市内に立ち入ることはできない。犯罪が起こることもあるが、それは得てして散発的で、なおかつ学生や職員が立ち去った後の深夜のことで、ある。キャンパス内には、救急医療施設と消防署もある。 円計60人以上の建築家や技師が統一性を持って作り上げた。この大学都市は、その顕著に普遍的な価値を認められ、2007年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。